こんにちは。教育会の岡本です。武井です。いよいよ後期の民泊受け入れが始まりました。そうだね、やっと暑さが落ち着いて秋の風を感じられるようになったね。はい、日も短くなりましたね。うん、これからの季節は夜が長くなるので民泊生と家の中で過ごす時間も多くなります。今日は秋の夜長におしゃべりしながらできる体験をご紹介します。じゃじゃーん、新聞紙で作るエコバッグはい、前回民泊家庭の方に教わりましたね。皆さんお手元に新聞紙をご用意してご覧ください。どうぞ。では今から早速作ってみたいと思います。まず必要なものがバッグのこの本体の部分ですね。これがちょうど大きな紙1ページ分で、この他にこの持ち手の部分ですね。この持ち手の部分がこの1ページの半分が2つ、2枚で、持ち手と本体をくっつけるこの台紙の部分、これが、2枚ですけど、サイズで言うとこの1ページの4分の1サイズで、この2枚です。この2枚が必要ですね。どのページを見せたいかっていうのが、サッカーがちょうどサッカーのニュースがあったので、ここをこの表に来るように作っていきます。そしたら、これをここ折ったらいいんですかね。こっちか、こっちの上の部分、ちょうどこの新聞の線のところで折り目をつけて、まっすぐ折らないとダメなんですね。後でずれてきちゃうから、はい、ここをまっすぐ折って、で、のりをつける前にこの反対側を、折り目をまず入れる前にここつけます。ここと、ここをちょうど合わせて、で、先に折り目を、折り目をつけたら、ここと一緒ですよね。で、これを中に入れて、で、これを糊で、こう、ここをくっつけます。
こうまっすぐつなげたら、ちょうどここに自分が持ってきたい写真が出るように、この面を出すように折って、でこっち側をこの中に入れ込むんですね。これをちょっと先に折っておいて、この中に、これを入れ込んで、ちょっとずつ入れて、ここがこうなっちゃうんだ。もうここで押さえちゃっていいですね。で、ここも糊を貼った方がいいんですね。ちょっとね。ちょっと。はい。はい、ここが、でくっつけて、で、これで、この胴の部分、バッグの本体を。ちょっと一箇所、糊を。こっちの内側も。はい、はい、はい、ここ。あ、こっちですか。この反対側もちょっと糊をつけます。こちらもつける。はい、ありがとうございます。そしたらこうですね。そしたら今度は、そこをこうするんでした。一回、うん、あ、一回折るのか。マチの部分を、マチをだいたいどれぐらいにしたいか。はい、こうまっすぐ折って、でこれを三角にするんですね。はい、でこの上側をこの線折り目まで、ちょっと初め両方やってみないと。あ、そうですね。はい、でここがこっち側ちょっとかぶせるんですね。はい、こうちょっと1センチぐらい糊しろを作るためにかぶせて、一回折り目をつけたら糊を貼る。糊をこの三角のところつけて、もう一個がこの糊しろ部分と三角のところ、こことここで、あまりつけたらこっち側くっつくです。あまりつけると中がくっついちゃう、はい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 、これぐらいでいいですかね。はい、これで本体は出来上がり。はい、こうすると今のところが、ここが持ちになりますね。できました。じゃあ次は、持ち手は竹串を使うんですね。一本私やりましょうか。あ、じゃあ一本、はい、大川さん。で、端っこから竹串をちょっとずつ外に出しながら、これ あまり硬くしない方が曲げいいんです。あまりきつく丸めなくていいんですね。はいはいはい、竹串がなくなっちゃう。
で最後を糊で留める。留めて、これが持ち手になるんですね。同じ、大体同じものを2つ作って、で次が持ち手の台紙、はい、台紙部分が4分の1サイズをこうでしたっけ、こっちか、はい、こっちか、はい、長辺同士を合わせて折るんですね。でこれをちょっと丸くしてこんな風に、でこの先っちょの部分を平べったくするんですね。ここをちょっとね、うん、ちょっと平べったくするで、のりをつけて、もうちょっと開いた方が、開いた方がいいか、長いからこれぐらいかな、うん、で、反対側もこれぐらいですかね、はいはい、で、上にもつけるんですね、のりを、はい、うん、のりを全部この紙の台紙の部分にも、この角につけとった、角につける、はい、これをで。これで出来上がり、はい、でもう一つはそれに合わせるんですね、はい、こちらが、うん、ここ折っとったら、うん、すっとさ、うん、この青いところ、大体これと一緒ですよね、はい、この辺か、はい、一緒です。この辺につけて、うん、よいしょ、大体ちょっと形が違うかも、ちょっとね、まあいい、大丈夫と思います。大体同じくらいにしたら、はい、最後これをここにつけるんですね、はいはいはい、準備しようかな、縁がこうあった方がいいですね、はい、縁がちょうど合うところにちょっと糊がついてる、これをよく押さえてくっつける、でこれもちょっと合わなかったですか、ちょっと合ってない縁にここ合わせて二人が作ったから、うん、うん、まあ手作りな感じでいいんじゃないですか、うん、でちょっとくっついてないところをまたこうやって、でも持てると思いますよ、ここちょっとちょっとこんな感じできましたどうでしょう、いいですいいですか、はい、教えてもらったら簡単にできますので、皆さんもこれで作ってみてくださいね。
かがでしたか？ハサミとノリ、新聞紙さえあればどこでも簡単に作れます。新聞紙は大抵どこのご家庭にもあると思うし、無駄がなくていいよね。今回教えてくださった大川さんは、日頃からカラーの広告面などバッグの表に使えそうな新聞をストックされているそうですよ。折り紙みたいな感じでワイワイ作れそうね。はい、ご近所にちょっと野菜やみかんをお裾分けっていう時にこれに入れていくといいですよね。皆さんもぜひ作ってみてください。それでは次回もお楽しみに。